はい、こんにちは。この子猫です。今回は私のおすすめの作家さんを紹介、第3弾ということで、グレゴリウス山田先生を紹介したいと思います。まあ、作家というか、本業は漫画家です。まあ、今は、隣のヤングジャンプというウェブ漫画サイトで、竜と勇者と配達人という漫画を書いており、これもね、もちろん面白いんですが、グレゴリウス山田先生の特徴は、何といっても、 中世に詳しすすぎるところですグレゴリウス山田先生の代表作に13世紀のハローワークがありますこれ古代中世近世ヨーロッパやアジアに実在した職業100種をかわいいイラストとともに、まあ、紹介している本になります例えば近世パリに実在したカサカシア これは、まあ、高貴な人が橋を渡る際に、まあ、日傘をね、貸してあげるという仕事です。まあ、日傘を持つのは貧乏人の証と言われていた時代。しかし、日には焼けたくない。というね、パリジャンのニーズをうまく汲み取ったのがこの仕事。まあ、なかなかの儲けだったようで、傘を4本貸せば1日分のパン代が手に入り、25本貸せば1日の給料としては12分だったようです。 他には、近世ドイツに実在したコーヒー鍵。これ、今で言うところの麻薬捜査官。まあ、当時はコーヒーが違法であったため、コーヒー鍵が自分の鼻を頼りに街中を歩き回り、脱法コーヒーを見つけては摘発していたようです。さて、まあ、こんな感じでね、昔の職業がたくさん紹介されているこの本なんですが、 西洋のね、歴史系の本や海外古典文学を読む際にめちゃくちゃ重宝するんです。まあ歴史系の本を読んでいるといきなりポデスタという商業が出てくる。いや普通なら何のこっちゃと思いますがこの本を読んでいれば大丈夫。雇われ外国人町長だということがわかる。またね、海外古典文学を読んでいるといきなり粉引き屋という商業が出てくる。 これもね、この本読んでいれば大丈夫です。まあ、小麦を水車で引いて小麦粉を作る仕事だということがわかります。まあ歴史好きならね、一家に一冊置いておいて損はないのがこの13世紀のハローワークという本なんです。そしてそんなグレゴリウス山田先生が各種歴史の知識をぶち込んで描いた漫画が三丁目雑表物語。まあこの漫画には日本の足軽、 北欧のバイキング、ドイツのチュートン騎士団、まあ、さらにはアステカの武装商人、ポテチカなど、まあ、有名どころからマイナーどころまで古今東西のあらゆる武装集団が登場し戦わずにただただ日常を過ごす様子が描かれております。まあ、当時の、ね、風習や文化、価値観を知ることができますし 何よりね、グレゴリウス山田先生、めちゃくちゃ中世の鎧や武器等に詳しく、漫画内でもやたら細かく解説していますし、定期的にですね、自らも鎧や武器を身につけ、友人たちと中世戦いごっこをしているようです。まあ、グレゴリウス山田先生、本当に中世好きなんだなというのが、作品からも言動からも伝わってきて、それがまたいいんですよね。隣ののヤンングジャンプで絶賛連載中の 竜と勇者とハイタスにも、まあ、そんなね、グレゴリウス山田先生の趣味と思考を、まあ、読者にこれでもかというほど押し付けてくる素晴らしい作品ですのでね、ぜひね、興味を持った人はそちらも合わせて読んでみていただければ嬉しいです、まあ。ということで今回は私のおすすめの作家、グレゴリウス山田先生を紹介させていただきました。また、あ、このようにこのチャンネルでは毎日1回、 読書に関する動画を投稿していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ